1943年9月の武道設立に際し、演説する、ハンス・ギュンター・ファン・ホーフェン大佐ドイツ将校同盟は、ソビエト連邦の赤軍によって、捕虜とされていた、ドイツ国防軍の将校らによって設立された組織。1943年9月11日、内市12日、モスクワル・ニョボ捕虜収容所にて、捕虜将校団95名が設立し、 まもなく自由ドイツ国民委員会と合流し、同意委員会の一部門として存続した。ザイドリッツ将軍を中心に会議を行うブドの、将校団ドイツ将校同盟設立時の理念は、ナチスドイツの配色が濃厚な中でも、ソビエト連邦への協力を通じて、ドイツ国際権へ貢献することとされた。主な指導者は、第51軍団司令官。 ワルター・フォン・ザイドリッツ・クルス・バッハ法兵大将と第376不評師団長アレクサンダー・エドラー・フォン・ダニエルス中将で、後には第6軍司令官のフリードリヒ・パウルス元帥も加わった。ドイツ将校同盟はビラやラジオ放送を通じ、ドイツ兵に対してアドルフ・ヒトラー及びナチ党の独裁体制への抗戦を訴えた。 スターリングラードの戦い前後の命令が原因で一部のドイツ軍人はヒトラーが軍事的に無能であり国防軍に対して誤った作戦指導を行っているとみなしていた戦争終結と民主的ドイツの建国など輝かしい目標を掲げて設立されたドイツ将校同盟だったが旧ドイツ共産党員らで首脳部を構成した自由ドイツ国民委員会と異なり 将校の多くはソ連当局に教授にしなかったため、最後までソ連当局にとって信頼し得る組織とはなり得なかった。自由ドイツ国民委員会との合流後は、完全にソビエト連邦の政治的、イデオロギー的管理下に置かれた。さらにテヘラン会談後には、英米との同意に基づいて、権限規模が、 段階的に縮小され、ドイツの占領体制が確定すると急速に存在意義を喪失した。1945年11月2日、ヨシフ・スターリンによって解散命令が下された。ザイドリッツ将軍は、アンドレイウラソフ元赤軍中将が、ロシア解放軍を率いて、ドイツ軍と共に戦ったように、 東高ドイツ軍人で部隊を構成し、赤軍と共に戦うことを望んでいた。1943年9月22日と1944年2月4日に2つの覚書を残しており、これはいずれもソ連当局にドイツ人義由軍の設立許可を求めたものだった。さらに彼は、敗下の将兵がヒトラー政権の大破と戦争の終結に、 ドイツ将兵として貢献したいと熱望しているという内容の手紙をヨシフ・スターリンへ送り、部隊編成のために4万人の将兵を募集した。このザイドリッツ軍構想は結局実現しなかったが、後にザイドリッツ部隊というプロパガンダを生み出した。ソ連当局とドイツ将校同盟ではあたかもザイドリッツ将軍の語ったアイデアが実現し、ドイツ人義勇軍が大規模に、 反ファシズム闘争を行っているかのように、プロパガンダ放送を繰り返した。このプロパガンダでは、ドイツ商工同盟や自由ドイツ国民委員会のメンバーが、ドイツ軍人を装い前線に紛れ込み、赤軍やパルチザンの活動を支援していると語られる。ドイツ商工同盟及び自由ドイツ国民委員会が、こうした活動に従事していたことは事実だが、その実態は、 極めて小規模な活動に止まり、活動の明確な組織化もなされていなかった。一方のドイツ側では、こうした、偽のドイツ兵を、プロパガンダでも語られた、ザイドリッツ将軍の名前から、ザイドリッツ部隊と、通称し、疑心暗鬼に陥った前線では、ザイドリッツ部隊狩りが行われた。解散命令を下されたにもかかわらず、以前として、 ドイツ将校同盟はソ連占領地域における一定規模の勢力として存在し続けていた。ドイツ民主共和国の成立後、ポツダムのボルンシュテットにある1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂事件における犠牲者追悼のために建てられた教会にて、ドイツ将校同盟は軍事諜報機関として再結成を果たす。新たな組織には、 旧ドイツ商工同盟と信仰のあった進学者、フリードリヒビルヘルム・クルマッハーをはじめとして、ビンツェンツ・ミュラーやマルクス・ボルフなどが所属したが、一方で、これに所属したドイツ商工の大多数は未だに、旧ドイツ帝国に忠誠を誓っており、彼らはドイツ民主共和国市民として認められなかった。そのため、結局、ポツダム・ボルンシュテットの組織は活動こそ、認められていたものの、 バルター・ウルブリヒト政権当局が、好機関として承認することはなかった。またポツダムにおいて、赤軍の活動を支援していたポツダム将校団も、同様の理由から認められなかった。ポツダム・ボルンシュテットの組織では、ポツダムが、ピョートル一世時代のロシア帝国と、プロイセン王国の軍事的友好を象徴する都市と、主張し、政府による承認を求め続けた。 しかしヒトラー暗殺未遂事件などに関する見解の際からポツダム・ボルンシュテットの組織と政府当局の関係は徐々に悪化していった。最終的に1955年にポツダム・ボルンシュテットの組織をはじめとする諸組織は独ソ友好協会に統合され、またフリードリヒクルマッハーは1955年にグライフスバルトで ポンメルン福音主義協会の監督に選出された。なお彼は1933年に国家社会主義ドイツ労働者党に入党した過去を持つ親なちの牧師だった。1995年、ドイツとロシアの歴史家による研究チームは新たに発見された文章を根拠として1943年から1945年におけるドイツ商工同盟が モスクワの指導部によって十分に組織化されていたと主張した。第二次世界大戦を専門とするドイツの軍事史学者、ゲルト・ロルフ・ユーバー・シェアは次のように述べている。旧ドイツ民主共和国出身のドイツ連邦議会議長、ボルフガング・ティールゼは、ベルリンのドイツ抵抗記念館における2000年の追悼集会において戦後長らく抵抗とみなされていなかった。 ドイツ商工同盟を尊敬すべき反逆者とみなす。胸の発言を行った。ありがとうございます。